現行、シエンタ、初の改良を実施。どこが変わったホンダ、フリードの新型モデルが8年ぶりに登場するなど、コンパクトミニバンが注目されていますが、トヨタがラインナップするのがシエンタです。現行シエンタは2022年8月にフルモデルチェンジした3代目で、 ボディサイズは仙台とほぼ同等の全長 4260mm× 全幅 1695mm× 全高1695、1715mm と、トヨタ最小ミニバンとして5ナンバーサイズを維持しています。デザインには丸みのある四角丸シルエットが取り入れられ、愛嬌のあるスタイリングも特徴の一つです。 扱いやすいサイズに両側スライドドアを備え、2列シート5人乗りまたは3列シート7人乗りを用意したほか、豊富なシートアレンジによって様々な使い方が可能となっています。そんなシエンタですが、現行モデル登場以降、初めての一部改良が2024年5月20日に実施され、同日に発売されました。 新たな支援タワーボディカラーのラインナップが変更され、モノトーンは定番カラーのブラックやダークグレーに加えて、新たにプラチナホワイトパールマイカが追加されました。その他のモノトーンとして、アースカラーのベージュや、ナチュラルレッドのスカーレットメタリック落ち着いた色味のグレイッシュブルー、ブランドカラーの アーバンカーキも設定され、全7色が用意されます。さらに、ボディとルーフを塗り分けたにトーンカラーも選べます。スカーレットメタリックのボディにダークグレールーフの2トーン仕様に加え、アウトドアにマッチするアーバンカーキのボディとダークグレーのルーフを、組み合わせた仕様が新たに選択可能となりました。中身も改良が施されており、 10.5インチディスプレイオーディオ、コネクティッドナビ対応プラスやパノラミックビューモニター、スマートエントリー、運転席、助手席バックドア、アンサーバック機能付き、スタートシステムなど、人気のメーカーオプションが、グレードによって標準装備となっています。さらに、専用アプリをインストールすることで、車両のキーとして、 スマートフォンを使用できるデジタルキーや、ハイブリッド車には外部給電アタッチメントが、メーカーオプションとして新設定されました。コンパクトミニバンとして、人気のシエンタとフリードの新型モデルが立て続けに登場したことで、ネットでは両者を比べる投稿が見受けられます。巷では新型フリードが話題ですが、 シエンタも非常によくできた商品です。シエンタ E4 とフ,フリードハイブリッドで悩んでる。シエンタとフリード、どっちがいいのかな、など。どちらも魅力的な車だけに、どちらを購入すべきか熟考する人もいるようです。価格、消費税込みは、新型フリードが250万8 0 0円から343万7500円。 支援タが199万5200円から323万4600円と支援タの方が安く設定されています。